YouTube ライブの MJ 対戦について前からずっと考えていたいいアイディアないものかと考えていたことがありまして嬉しいことにたくさんの人が参加してくれるようになりましたちょっとあのクソ真面目かもしれませんがやる以上はマージャンの楽しさを提供したいっていう気持ちがありまして まあ、銅託してくれる人、または見てくれてる人。これは問題ないと思います。で、まあ、銅託できなくても別宅で、ちょっと打とう。こういう人もいいと思います。ただ、銅託したい。ただ別宅行っちゃったと。こういうパターンの人ですね。いや、別宅だったらちょっと、それだったら見てる方がいいやと。銅託か、 まあ見てる別宅行くんだったらまあ同宅しないで見てる方がいいこんなパターンも当然あると思います、まあ、今は例えなくても絶対にありえると思いますでまあ本当は同宅したいけど別宅行った人っていうのは YouTube ライブも見れないわけでかといって同宅できなかったから抜けるっていうのも多分できないと思うんで 何か同択私別宅っていうのは私も把握できないです画面見ることもできなければ何宅今立ってるのかもわからないですで別宅でも当然百万が出たとか多少 YouTube ライブなんでみんなホームラン狙うんで百万出たまたはこんな変な展開あったと缶が半ちゃん1曲に缶が5回出て 数巻流れしたとかを珍しいとを流し漫画に出たとかこういうちょっと普段だと出づらいものが出た場合見どころ見せれる曲が出たときにちょっと私も見れないコメントで後でこう書いてくれる人もいますがもったいないなとせっかく別宅でも 何か見せ場起こったにもかかわらず私もわからないまあそんなことがあると思うんでなんか別宅にもこう価値を持たせたいというかむしろ別宅私いなくてもいいからどんどん参加したいみたいな別宅の魅力も作りたいとずっと前から思っていて。 プライベート線でも何かリプレイ配布なりこうダウンロードできないものかなとコメントでもちらほら頂い,いてましたけど私な,なぜかリプレイできないんですよねあの私の設定下アンチウイルスソフトが働いているのか知りませんが これもうなんか折りようって感じですねちょっとちぐはぐなんで配布をダウンロードすると普通の人は見れるようなんですが私はなぜか見れなくてダブルクリックすると一瞬開くんですがすぐ消えると一瞬だけ構ウィンドウだけ表示されるんですがすぐ消えるなぜかリプレイできないんでこう皆さんが皆さんならリプレイできると まあそれを生かしてプライベート線で起こったものを配布にしてリプレイあっ間違えたで後で何か動画で送ってもらう的なことをやって私のシリーズにチャンネル登録者のほにゃららみたいなそんな再生リストがあるんですがそこにこう YouTube 別卓で起こった薬満こんな展開あんな展開そういうのができたら面白いなと別宅の意味も出てくるなと思うことがあったんでもしプライベート性も自分が売った曲落とせるよとそんなことがもし分かれば教えてもらえると嬉しいです動画の受け渡しをどうするかとかはその後の問題なんで まあ、あくまであのその第三者のことを考えて見せば面白い展開ですね。自分の自慢はいらないですね。私が自分の打ち方で相手のリーチ杯を抑えて自分が上がりきったからすごいみたいな。そんなのはいらんですけど。別宅でも。別宅にこう参加してくれてる人の方が多分あ。あっ 圧倒的に多いわけで同択は3人までしかできないとまあそんなことを思いつきましたただプライベート戦なので普通のその団夷戦とかではない都合上配布まではさすがに残んないんじゃないかなと思われますがもしできれば いいなと MJ に詳しいよという人いたら教えてもらえると嬉しいです。こう私がいないとこでもこう見どころができてそのチャンネル登録者のほにゃららシリーズにこうできていけば面白いなと。 コメントで国示出たとトン一曲で国示、トンパツ告示出たそれ展開的には美味しいんですが、私もコメントで教えてもらって、おほほーと。で、実際確認はできない。もったいないなと。実際上がった人、上がられた人、振り込んだ人、いるわけで、いや、もったいないなと。なんとかできないものか。 プラスその別宅の魅力別宅に入るのが嫌なんでエントリーできないとか同宅するならエントリーしたいんだけど別宅行くとまああの私もいないし。 実際私が打ってるそのライブ画面も見れないしみたいなだからエントリーはちょっと控えておこうみたいなことも多分あると思う勝手に思ってるんで少しこうネガティブに考えてあんまり自分に都合よく考えないでネガティブに考えるとその別宅にむしろ私のライブ画面どうでもいいから別宅に別宅でもいいからとりあえずエントリーしたいとか打ちたいとか。 そこまででなってもらえると最高ですね。同択しないと楽しめないんでは100人来ても3人しか楽しめませんとそうなるんでむしろ一番同択者が一番順位が下別宅と同択はしてないけど見てる人ここの順位を上げてる同択してる人は一番。 したとそのくらいに持っていければライブとしてはたくさんの人が来てもたくさんの人が楽しめると。で銅してる人は絶対あの打ちたくて打ってるわけなんであんまり銅鐸者をどう楽しませるかなんて考えなくてもそこはいいわけであのトーク実際ライブ画面とトークがそこは補えるんで。 そのトーク力の問題はちょっと一回置いといてその「銅択者の順位はあくまで優先度は一番下」とライブを見てる人または別卓そこのこう言葉がちょっと硬いんですけどそこの魅力を作っていければいいなと。 思っています、まあ多分 MJ でもいろいろ出るってことは天保、まあ、とか参加者参加できる人とできない人がいることをやった時に絶対出る,出るんでなんとかこうならんものかとこういうふうに私が「はい」と「手」と「か喋り」で何かやってる動画は 技のなんちゃらとかギターを弾くとかこういうのは100人来てもまあ何人来てもいいわけでまあそんなちょっとまあ真面目すぎるというかそこまで。 まあ、まあ、まあいいでしょう。勝手にそんなことを思ってて。銅託の配布をこうダウンロード。実際売った人。ダウンロードできないかなと。もし、あ、できるできると。プライベート線結構自分詳しいんで。実際いろんなとこに参加してて、詳しいと。システムに詳しい。そんな人いたら教えてもらえれば嬉しいです。なぜか私できないんですよね。普通の。 MJ のプレイ終わった後の配布これもなぜか見れないダウンロードはできるんですがなぜか見れないで絶対にそこ必要なものでもないんでまあ別にいいやと特に原因を調べてはいませんがまあセガに聞いたところで 個人の使っているパソコン環境なんて全,全員違うんでいやうちはダウンロードできる環境を用意したんであとはオタクですと言われるのがオチなんでまあセガにも聞かないし自分でネットで軽く検索してもあんまり同じ悩みの人がいないというか私独自のトラブルというかそんな感じです。 あとはもうずっと前から言われてるマイクこれですね iPhone とかだと別にマイクに向かって喋ってるわけでもなく映像と一緒に音も取れますビデオカメラしかりただパソコンの画面を例えば MJ またはパソコンの Window とか t e とか MJ とかパソコンの画面をキャプチャーして マイクで声を入れてる動画に関してはイヤホンで聞くと片方からしか声が聞こえないと当然イヤホンで聞くに耐えないものになります片耳からしか聞こえないとでパート1確か MJ のパート1とかずっと昔に撮った動画は鳴ってなかったのにある日突然鳴ってそれもコメントから教えてもらって 実際に自分でイヤホンで聞いたら本当だとで同じようなコメント何十件ももらっててまあかなり直そうと努力はしていたんですが結局直らずマージャンには興味あるけれどマージャンに対してはこうモチベーション情熱は1個あるんですけど音楽ミキサー設定そっちに関してはあんまりないので まあ調べても分からずじまいいろんな機材を買って機材を挟んでやってみたりいろいろやると今度音が極力もう極端に小さくなるとか今度は新しい問題が出てきて機材使ったから出てきた問題がバンバン出てきてしかももう音をマックスにしても聞こえないレベル。 もう片耳とかの問題じゃなくてもう音自体聞こえないとかさらにひどいトラブルがまた出てきてまあいいやとまあ中は諦め入ってて、まあ、そのままやってますがイヤホンで聞かないようにお願いしますとまあ言うしかないですね片方しすごいなんか 片方かからしか声が聞こえないいとこう気持ち悪いんですよね当然なのでまあ多分1年後も2年後も MJ の多分パート200とかずっと昔に撮った動画片方からしか聞こえませんとまた今後もずっともらってもらうんだろうけれども。 まあいた仕方ないかなと。原因が分かんないんですよね。まあそんな。これは三色は差し子だったらあり得るけど二差しはないので。 2を切る先点まあそくりの手かなリーチリーチピンフ、まああとは。 まあそんなことを思ったのでちょっと YouTube ライブの別宅むしろライブ画面見るんだったら見てるんだったら別宅にどんどん参加したいと到着しなくてもいいんでそんな別宅の楽しさを作りたいなとずっと前から思っていましたどうもありがとうございました